板前が教える簡単おかず豚の三種焼きの作り方。具材と味付けはとてもシンプル。青ネギを斜めに切って、舞茸は軸を落としたら手で適当な大きさにほぐしていきます。今回主役の豚バラ肉、4から5等分に切っていきます。大さじ1くらいの油を引き、豚バラをこんがり焼いていきます。軽く塩と胡椒をして、その後に舞茸を入れて、舞茸のいい香りがしてきたら青ネギを入れて混ぜ合わせます。事前にアルコールを2キサ避け、みりん、濃い口醤油を入れて火を強めて全体に絡めていきます。鮭を事前に煮切ることでアルコール臭さを消し、粉山椒の香りを最大限に引き立たせることができます。仕上げにお好みの量の粉山椒をかけたら完成です。ぜひお家でも作ってみてね。ではいただきます。